ジョージ・エドマンド・バトラーは、イギリス生まれのニュージーランドの画家である。第一次世界大戦末期に、ニュージーランド派遣軍の公式画家として従軍し、高級将校の肖像画や戦場を描いた絵画を残した。イギリスのサウサンプトンに生まれ、11歳の時、両親と共にニュージーランドのウェリントンに移住した。学校を卒業した後、父親と働き、パートタイムで、 ウェリントンデザイン学校のジェームズ・ネアンの下で学んだ。1890年にウェリントンデザイン学校に入学し、1892年にネアンが設立したウェリントン全英美術クラブに入会し、地元では絵画を描いた絵で有名になった。1897年にウェリントンの画商に伴われ、シドニーに渡り国立美術館の作品を学んだ。 1898年から1900年の間、ヨーロッパに留学し、イギリスのランベス・美術学校、パリのアカデミー・ジュリアンで学び、最後に、アントウェルペン王立芸術学院で学んだ。その間に、イギリスで最初の結婚をした。1900年に帰国し、ウェリントンやクライスト・チャーチで展覧会を開いた。1901年からダニーデンに住み、ダーニデンで、 展覧会を開き、オタゴ美術協会展で入選し、街の有力者の肖像画を描いたが、プロの画家としての収入は得られず、美術教師もした。1905年に、イギリスに渡り、ブリストルに住み、クリフトンカレッジで美術を教えた。肖像画や風景画が評判となって1912年に、王立西イングランドアカデミーの会員に選ばれた。 ロイヤルアカデミー・オブ・アーツやスコットランド王立美術院、フランス芸術家協会の展覧会に出展した。第一次世界大戦の奇数が明らかになってきた後、ヨーロッパに派遣されていたニュージーランド派遣軍の選手委員会がバトラーの画家としての評判とニュージーランドとの関わりから1918年にバトラーに申し出て、 公式の戦争画家に任命された。1918年9月に名誉将校に任命されてニュージーランド派遣軍のいる戦場に赴き戦場をスケッチした。戦後もフランスやベルギーのかつての戦場もスケッチのために訪れた。これらをもとに戦場を描いた絵画を制作した。戦争終結後の1918年12月31日に 派遣軍との契約は終了したが、ニュージーランドの政治家、ローズや司令官だったラッセル将軍の依頼で将校の肖像画や戦場の風景画の仕事は続けられた。その後もニュージーランドへは戻らず、ロンドンのトゥイッケナムで没した。ありがとうございます。